まあ、ガソリン価格が凄まじい状況であるということはもうご認識だと思います。まあ、神戸市内におけるガソリン価格も凄まじく、まあ、市民、市内事業者も大変負担が重い状況です。で、まあ、私としてはトリガー条項の発動はマストやし、鈴木財務大臣が発動は見送るというふうなこと言ってましたけども、まあ、本当に、ね、買い控えとか終了前の書き込みなど与える影響が大きく、まあ、できないというような、話がございますが、まあ、何を言ったのかなというふうに思っております。で、これについてですね、やっぱり、何らかの対策ということで、ガソリンについてしなくてはならない。で、まあ、神戸市として単品で何かできるというのはなかなか難しいところであるというふうには思っておりますけども、やはり、まあ、これまあ、自民党から声上がっているという、まあ、国民民主党の玉木代表がおっしゃっているように、まあ、現行補助の半年の延長とか、まあ、トリガー条項の発動、二重課税の廃止とかいうふうにおっしゃっていて、まあ、こういったことが今まさに、まあ、神戸経済のみならず、日本経済において必要なことかなと思ってございますけども、まあ、実際にこの、まあ、神戸市としてですね、ガソリン価格の高騰が相当深刻な状況であるというのはですね、これ、まあ、神戸市役所として使っているその価格ももう高騰して、これよくわかっていらっしゃると思いますけども、経済における状況は深刻であるというふうなご認識があるのかということと、で、まあ、実際に、まあ、先に述べたように、まあ、トリガー条項の発動など必要だというふうに私自身も声を上げていきたいと思いますけども、まあ、行政として今局長が発動しろというふうに答弁はできないと思いますけども、それと効果がですね、まあ、同等な形でですね、まあ、やはりガソリン価格を下げるというような形、まあ、補填でもいいですけども、まあ、何らかのこの必要性ということの認識、まあ、何らかの対応は必要であるという認識はあるのか、で、これについて、まあ、国に対してですね、やはり政令指定都市として補正予算もあるとは思いますけども、まあ、速やかに対応するようにということで、声を上げていっていただき直接言ってもらいたいんですけど、このあたりいかがでしょうか。大畑局長、ご答弁申し上げます。まず1点目のこのガソリン価格の高騰、まあ、これは本当にその、まあ、昨年から私も着任以来、商業者の方と話しするたびに、まあ、ガソリン価格あるいはガス電気エネルギー価格の高騰、非常にこれがですね経営環境に深刻な状況を与えている、まあ、それがずっと続いてさらにこう悪化している、まあ、そういうことの状況であり、これに対する対応というのの必然性というのは私も十分感じているところでございます。具体的にはどのような方法があるのかということは我々として今国の方に申し上げてますのは、やはりこのガソリン価格の高騰の影響というのはこれも全国に広がっている状況でございますので、この国が主体的にですねこの対策にしっかりと取り組んでいただきたいと、これを来年度の国会予算要望の中でもですね文章化して国会予算要望として提出しているところでございますので、引き続きそういった国の主体的な取り組みというのを求めてまいりたいというふうに思ってございます。まあ、ぜひですね、まあ、再度の要請というか、まあ、もちろんその補正予算とか、まあ、来年の予算でどうなるか分かりませんけども、まあ、でも、やっぱり先ほど言いましたような政策っていうのは有効な策だというふうに、思っておりますし、まあ、残念ながら、自民党の声は上がらず、昨年の自民公明国民民主の3党会談でも、公明党さんと国民民主党さんは必要と言いながら、自民党全くそういったこともなかった、情けない限りではございますけども、やはりその点について、改めての再度神戸市としても取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。